皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアサシンクリードオデッセイ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、新たな土地ボイユ店にやってきたアレクシオスで、今日もですね、次のメインクエストに向かっていきましょう。今日のメインクエスト、征服者。一方の手には直令を、もう一方の手に槍を持ち、アレクシオスはスパルタのボイユティア征服におけるアテナイ軍の阻止を命じられたというもので、まずはスパルタの将軍と対面する。アテナイを止めんのか。で、わら山、ボフッと行って、そこですね、500m。おそらくこれ最後から2番目のマップだと思う。さあ、馬さん、これ乗って、そっち。なんで、そろそろクライマックスかな、ストーリー的には。で、新マップ。アテナの聖域、これと、これをずーっと登って、そっちね。今ね、夜中の2時半。ケンタッキーフライドチキンが非常に食べたい。めっちゃ食べたい。うちの近所ね、24時間のマックあるんですけど、徒歩でね、何分ぐらいかな、20分ぐらいかかるんだよね。地形じゃんっていう話なんだけど、ただね、やっぱもうちょい近くにあったらね、もっと嬉しいね。徒歩5分ぐらい。よし。さあこの周辺、八重地で、これも戦闘か。これちょっと待ってね、見つかってしまうとまずいと思う。さあ草村、ここ入って、いや村か、大丈夫かな。よし、敵対をしてないと思う。行こう。さあこの方、この奥、人を探し。お前、ステントール？ああ、貴様、助けに来たんだ。聞け。メガリスでのこと忘れたとは言わせん。スパルタ王アルキダモスの命により、領土確保のため支援にやってきた。王の信用もこの程度か。傭兵など当てにするとはな。お前が来るとはな、天罰か。もし俺が天罰なら、あんたはとっくに死んでる。なぜ王の使いが。ステントールか、今の将軍。スパルタを助けに来た。ステントール、落ち着け。俺はお前やスパルタの力になれる。かつてのように共に戦おうじゃないか。メガリスでの協力はスパルタを助けたかもしれない。だが多くを失った。あの時も今も私はお前を信用しない。そうね、ニコラウス、彼どこに行った？状況は？なぜここにいる？なぜスパルタ軍がボイオティアに？アテナイ制圧後、台頭したクレオンに追い出された。ボイオティアを落とせば奴の力を削げる。狼が消え、私が必要とされた。部下は見捨てられない。隠居したままか。状況は？任務のためだ。状況は？順調だ。ボイオティアの反乱軍は問題だが、対処できる。で、最後、少しは喜んだらどうだ。助けが来たことを神々に感謝すべき。その命令書がなければ今頃殺している。お前は味方ではない、ただの武器だ。ならうまく使え。お前には任せられない。試してみろ。アテナイ軍に味方しているボイオティアの勇士は4人いる。アリスタイオス、デイアネイラ、ネサイア、ドラコンだ。やつらを倒せると思っているか。やってみせろ。俺たちならやれるさ。これ4人か、敵。スパルタのために勇士を殺す。任せておけ。俺が勇士たちを始末してやる。そう簡単には行くまい。だが命令に従うお前を見て少しは安心した。で、三択、どこにいる？ボイオティアの勇士たちはどこに行けば会える？分かるのは二人だ。報告によればアリスタイオスはグラの砦を占拠している。ネサイアが最後にいたのはテーベの東の森だ。砦と森で、次、排外主義のボイオティア人が
なぜアテナイと手を組んでる？スパルタとアテナイのどちらも敵視しているが、アテナイが先に接近し一時的な同盟を結んだ。で、3つ目、勇士はそんなに強いのか？勇士たちはそれほど強大なのか？向こうは4人、スパルタは軍団なんだぞ。スパルタには軍があり、ボイオティアには伝説がある。彼らはかつてのこの地の象徴だ。で、行こうか。必要なことは分かった。早く片付けばそれだけ早くボイオティアを抑えられる。さて、お使い追加と戦利品。これどこにあるの？戦利品そっちか。取っとくか。もらっておこう。で、勇士を見つけて暗殺する。これ4分の0。ここへ来たか。勇士が4人。待ってね。さあ、その前にこれもらって、よした。湾曲した弓、ただ強くはない。さて、うん、これもしかしてあれじゃない？傭兵じゃない？その調子ならいつか俺のようになれる。だよね、多分。この方、あれですね。毒のサンダー。毒のクサンダー。あ、そう。ただ戦闘状態ではない。ほっとこう。ここ危ない。んで、4人。どう見つける？うん、クエスト4つ。これか。上から順番に行こうか。まずこれ行こうか。アリス対応最後の戦い。アレクシオスは筆のいい戦士であり、優れた戦略であるアリスタイオスと対決しなくてはならなかった。有能な彼でもボイオティアに宙を誓えば死は免れられないというもの。でですね、コパイス湖の中央。コパイス湖、これかな。ここの中央、ここにいますと。これどういっかな。一旦ワープか。ここに飛んで、で爆走する。さて、兵長爆走して、そこら辺。これどう渡るかな？泳いでいくの？ボートないか。うん、ありますね。よし、小舟がある。他ないもんな、船。よし。さあ、貸しボート。これ乗って、待ってね。できるだけ殺していきたい。このパートで。まず一人目。部隊を訓練している。待って、沈むんじゃない。こっち。乗るんじゃ。こっち。乗って。乗って、そう、そう、そう。はい。で、そっち。今のモーションかっこいいな。かっこかわいい。舞台を訓練している。そのおじさんだけやっていけるか。よし。さあ、まずは上陸からのグラン砦。この洞窟は要塞に通じてるな。これかな。いや、違うか。待ってね、そこら辺にいるらしい。いいね。アリスタイオス、そこ見つけたぞ。端っこか。あとね、この湖、確かスフィンクスに関するクエストのスタート地点だったはず。この南かな。伝説の怪物ね、まだ1匹も倒してない。これどうしようかな。一旦先にメインクエスト、あれ終わらせてやろうか。その後に、そっち。戦いに乗り遅れたな。父さん。アレクシウス、ここで何をしている？そいつを殺しに来た。お前の敵ではなかったろう。ともかく再び会えてよかった。ここでか、ニコラウス。今まで何を？また会えるとは思わなかった。今まで何を？当の昔に名誉を失っていたとメガリスで気づかされた。過去に戻ってお前に償うことはできないが、ステントールとの約束は果たすことはできる。隠居してたのか、どっかにね。ここで会うとは予想してなかった。まさかこんなところで会えるなんて。私が去ったせいでステントールに重荷を背負わせてしまった。放ってはおけない。そうか。
勇士を殺せばアテナイの勢力を削ぎ反乱軍の士気もくじける。ただ全然元気ね、彼。あの年でステントールにはあんたが必要だ。ステントールを助けに来たのか。よかった、あんたを必要としてる。そろそろ大切な人を守ってもいいと思ってな。その通りだ。ずいぶん人が変わったな。俺はずっとこうだった。あんたは気づかなかったろうがな。私は頭が固いからな。だが今は誰かのために行動したい。ステントールが成功するために伝えなければならないことがある。お母さんとの再会のことは言わなくていいのかな。あいつのところへ行ってくれ。俺はあの時助けてほしかったよ。けど今あんたを必要としてるのはステントールだ。認めはしないだろうがな。ステントールも同じ家族の一員だ。あんたがそばにいてやってくれ。そうしよう。たとえ嫌われていようとあいつに会えて嬉しかった。そう思う。また会おう、スパルタのアレクシオスよ。よし、さあこれでクエストクリアですね。で、何、経験値もらえるの？これで？すごいな、34,000。めっちゃ入るな。で、さらに、シンクロする。よしと、コパイスの泊まり木で、お父さん、これ放置でいいのか。もうね、ほっとこう。と、遺品もらって、胸当て40レベル。これ強いな。ちょっと待ってね。スキルが見たい。55アップ、プラス、全アマープラス 30%。これはうまいわ。めちゃくちゃ強い。全アマープラス 30%。本当にもうめちゃくちゃ。あとね、この刻印。これでもね、確か底上げできた。そう、全アーマープラス 24%。なんでこれもう本当にやった方がいいね、刻印は。まあ、ノーマルとかはいいかな。ノーマルイージーはね、ご利用しできる。さて、で、次のクエスト。二人目。デイアネイラ。この方。この方がですね、西にある、オルコメノスの町に、なんか情報があるらしい。これ女性か。行ってみよう。オルコメノス。これがですね、ここらしい。一旦そうね。ここかな。トラベル地点。ここに向かう。さあ、これが、ずーっとそっち。この周辺に船。うん、あった。これいいね。ちゃんと用意されてる。ありがたい。乗っていこう。よし。ただ、帆がない。どうかな？そっち。うん、でもあんま変わんないか。普通に行けるわ。よし。さあ、どんぶらこう。これやっぱり本作のテーマ、家族かな？兄弟とか親とかね。ベタながら熱いテーマ。よし。さて、一旦降りて、何？何の音？何の BGM？ よし。さて、この町に何かあるはず。情報が。デイアネイラ。待ってね。あと、傭兵がいる。傭兵ちょっと素通りして。鳥。これ傭兵か。悲惨なリオス。38レベル。ここじゃない。もうちょっと行こうか。傭兵が大集結している。怖えな。嫌だな。傭兵、本当にもなんかウッキウキで来るんだもん。アレクショスターっつって、わーいっつって、寄ってきて殺してくるっていうね。さあ、ピンダロスのお家。ここではなくて、ここではなくて、ないかな。珍しく鳥ちゃんがね、反応しない。ターゲットが近いっていう風に反応しない。ここだよね。ですね。オルコメノス。何か情報がある。
さあまずはシンクロする。よしと。そう、若干ね建築様式が違うの。主人公のあの生まれ故郷の島と、生まれじゃないか、育ちの島と。よし、でアンロックからの情報とはあるか。なくね。ピンダロスと、そこにクエスト、もしかするとクエストの一部っていう可能性もある。弟の復讐レベル40、いや多分違うと思うんだよな。いやあれなのか、行ってみる。ヒントがないもんな。弟の復讐、なんかないかな、情報。これね結構初のパターン、よくわからないっていう。さあとりあえずこの方知ってるかな。悲しげな曲だ。弟のアブレアスに向けて弾いてる。何があった。彼はアストラとデイアネイラに騙され殺された。水辺で弾けばスティックスを下っていく弟に音楽が届くかもしれないと思ってね。よしよし、デイアネイラ何者だ。そいつらはどういう素性だ。デイアネイラはボイオティアの勇士で、アストラはそのいとこだ。二人は何でも一緒にやる。殺しもな。勇士ともあろうものが一人で殺しもできないのか。子供の頃よく一緒に練習試合をした。二人は協力し弱点を互いに補って戦う。一人なら弱いわけだ。ペアか、ペア戦術。弟はなぜ殺された。弟に殺される理由はあったのか。アテナイ人との同盟を非難しボイオティアを裏切ったと言って勇士たちを告発したんだ。デイアネイラの忠誠心を疑ってたのか。弟は正しかった。あの女は弟を古い練習場に誘い出し見せしめとして殺したんだ。で最後、あんたに報復する権利がある。俺も家族を失った。奴への報復はあんたの務めだ。デイアネイラは生かしておく。殺すのはアストラだけだ。彼女のいとこを殺してほしいと。ああそうだ。デイアネイラはどうすんの。アストラを殺してやろう。弟が殺された時に奪われた首飾りを取り戻したいんだ。何とかしてみよう。さて、で場所か。ボイオティアは広いし俺もそんなに暇じゃないんだ。そうか。奴らの野営地はコパイス湖の北の岸辺にある。で次、どうしてデイアネイラを殺さない。なぜデイアネイラを殺さない。彼女とアストラは親しい。私とアブレアスのようにな。そこで奴らにも私と同じ痛みと喪失感を与えたいんだ。単なる死では生ぬるすぎる。いいね、なんか有能なモブキャラですね。話は十分聞いた。あんたの復讐は必ず果たそう。ありがとう傭兵。デイラネイラと彼女の傭兵はオルコメノスの東で野営をしてる。アストラも一緒にいるだろう。タイモン、名前覚えとこう。有能なモブキャラ。さあクエスト、弟の復讐。でこれがですね、コパイス湖の北岸。待ってね、アストラ、デイアネイラ、デイアネイラはいいんか。ここの北岸、そうね、ここら、ん、ここだわ、多分ここだわ。よし、さあこれは船乗っていこうかな。どんぶらこしよう。しかしアレクシオスイケメンですね。本当にモブキャラと比較するとよくわかる。こんだけかっこよかったらね人生楽しいわな。強いし、あとね、この船、サメがついてる。これ、どこで取ってきたの。さあ、そこら辺。アストラだ。いたらしい。降りよう。よし。さあ、敵の編成、これ何人かな。今のね、手をね、パッパってやる演技ね。あれも細かいね。ちゃんとそういう演技があるっていう、モーションに。
さて、で、隠れて、敵が、しかも、かがり火ではないか。よし。アストラ。重装兵。他そうね。ここら辺になんかある。敵かな ?40 レベル。これそうだな。一匹まず呼び出すか。あいつね。こっちへ来い。おら。よし、画面に行った。ただ、仲間呼んだな。これ混ざったな。多分ね、3人ぐらいでこっち来るわ。さあ、その隙にこっち。場所を変えよう。よし。ほら、わーってきた。で、この方。この方、これ一発では無理か。さすがに。ゲージ使って、クリティカル。よし。いった。一発。よし。で、次。そこに行きたい。できれば。あぶね、こっちへ来る。で、そっちはそっちでわちゃわちゃしている。よし、これはいける。さあ、これもゲージ使って、長押し。はい、お疲れさん。で、そこの3人。あれ、こっち来ないか。大丈夫か。待ってね、それ、どっち向いてんの?そっちか。さあ、寄ってって、死ね!はい、ブス。よし、半分。オッケー。この女性、蹴りのモーションが面白いな、やっぱり。他の敵もね、やるんですけど、蹴るんかっていう。いいでー。さあ、これ。はい、燃やす。あーじゃないんだよ。あぶね。さあ、こいつ、まずこいつを、そう、やってしまう。燃えろ。待って、ラスト一発。よし、いた。オッケー。ボケども、さあこいつ、こいつも燃やして、奥のそいつか、強キャラ。どっちかっていうとこいつね。で、ユーモスと敵装ウッキウキできます。これ危ない。いいで、今のミスか。弾きミス。な、なになに、今すげえもん使ったな。もういい。危ねえ。さあ、ここはちょっと弓でペチペチやって、安全に。あとこいつね、やってしまいたい。よし、4発からの顔面。いや、やっぱ弓強いな、このゲーム。さあ、これ連撃。はい。さて、ラスト1対1。待ってね、炎撃ってこい。はい、弾いて燃やす。焼却で、ドン。さらに燃やす。焼け死ね。よし、いった。 OK です。さあ、遺品これもらって、彼女の遺品消えたから、もしかして。うまいか。で、さらにこれもらって、よし、ミッションクリア。で、最後、ダイモンさん。タイモンさんね。タイモンさんのとこに戻っていく。帰りましょう。これスキップするね。パパッと帰ろう。よいしょ。さあ、タイモン、帰ってきたよ。で、ダイヤテイラー。あれいいの、本当に。放置で。アストロは死んだ。復讐は果たされたぞ。気が和らぐと思ってた。よくわかるよ。これは、正義では癒せない傷のようだ。なあ、アストラは弟の首飾りを持ってたか。拾ったのか。ほら。ありがとう、傭兵。これは弟が小さかった頃に作ってやったものなんだ。狩りや戦いの時に寂しくないように。あんたに頼みたいことがあるんだが。言ってくれ。デイアネイラの居場所が知りたい。野営地にいなかったなら新宅館の洞窟だろう。最短の丘の中心部だ。新宅館の洞窟?地元の社だよ。デイアネイラはよくそこへ導きを求めに行く。そこで新宅館が弟を殺せと言ったんだろう。結局行くんか。次はどうする？これからどうするんだ？普通の生活に戻れるよう頑張るよ。一人のな。で、洞窟か。いや、聖に加われ。
あんたの追い求めた復讐は終わった。新しい生活を始めないか。アドレスティア号にあんたのような男がいると助かるんだが。ああ、それも悪くないな。この出会いも神々によるものかもしれない。来てくれて嬉しいよ。よし、でミッションクリア。でさらにタイモンさん、これをゲット。これもしかしてあのアイコンさん、また顔違うんじゃないの。見てみようか、タイモン。いや、これ一緒か。この人ね、テクトンね。これ全然違ったもんね。で、これレジェンド。すごいな、耐久力 10%。あと、しがみつき中の火力プラス 5%。と、加速中の火ダメージマイナス 5%。これ強キャラ。よし。で、さらにトロフィーゲット。で次ですね。ダイヤテイラー、結局殺すんか。これが、デイアネイラね。で、この方が、最短の丘、その中央付近。最短の丘。最短の丘。これどこ？ここの中央付近。ここか。ここにいる。よし、600メーター。そんなに遠くない。行こう。これがですね、ずっと措置。でもこういう世界ね、怖いよね。腕力だけが全てっていう、そういう世界。で、逆に今度発売するレッドレッドリデンプション2。あれも本当に銃だけは全てなもんね。一発当たったら死ぬっていう。早打ちだけは全て。そういう世界。前作もね、こう街を歩いてると、なんか変なおっさんがね、飲んだくれっぽい、汚いおっさんが、地面にね、唾をこうペッ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 吐きながら、決闘で挑んでくるの。早打ちの。でも当然主人公なんでね、自分操作できるし、あんま負けないんですけど。で、その決闘が終わってしまうと、おっさん死ぬっていう。本当にもう何十年かの人生に終止符が打たれる。人生一瞬だよね。恐ろしい世界。さて、ここら辺ではないでしょうか。洞窟の中。あ、ただこれ洞窟ね、逃げ場がないんだよな。結構むずいんだよね。レバデイヤ。ではなくて、ん？あれ？ここじゃないな。中央付近。ね、なんか来てるんですけど、何？なんでもない？ソラ。新宅下の洞窟。これどこ？新宅下の洞窟。人生を捧げて。洞窟、洞窟。ね。ここなのかな？もしかして。最短の丘、中央付近。こっちか。どっちかっていうと。行ってみよう。さあ、はしごして、そっち。200メーター、爆走しよう。どうかな、廃墟。ただの廃墟かもしんない。どうかな。やっぱここでもないか。ここでもない。守りは硬そうだ。違うね。洞窟。この中央付近。最短の丘。最短の丘の中央付近。待ってね。ここら辺なのかな、もしかして。中央付近。これを中央と形容するかどうか。次、そっち行ってみよう。再び200メーター。こっち？ですね。ターゲットが近い。そこか。ここみたいだな。よし。行こう。さあ、降りて、登っていく。そっちじゃー。あ、そういえば本作。これ、任天堂スイッチにも出てるんだっけ？スイッチ版これどうなんだろうね。あれね、意外とマシンパワーないんですよ。任天堂スイッチ。割ともっさりすると思う。よし。あとね、びっくりしたのが、確かこれブラウザでも動くんですよ。っていうサービスを新しく始めていて、ストリーミングサービスね。1080p の 60fps 動作するっていう話だった。よし。安定するんだったら本当にもう革命的だよね。トロポニウスの信託艦だ。コスモスの門徒はここでも活動してるのか。これ待ってね、ゲージが足りねえな。2本しかない。で、探索する。で、ロケーション、戦利品3つ。
この奥か、そこ行けるわ。他ない？さあ小銭じゃなくて金属これもらって、失礼。さあこっから先は多分戦闘パート、あとアイテムないかな。ねえな。さあ洞窟、洞窟、これがですね結構広いんだ洞窟は。で敵もいると思う。うーん、これよくわからんな。そっちにまあ行くんでしょうね。ちょっと行ってみよう。さあピョンピョンして、洞窟に住んでいる。あ待ってね、これ下、下行けるわこれ。どうしよう、どこだこれ、合ってんの。あ、繋がってるわ。さあここにいるのか。あ広いここで、多分彼女っぽい。デイアネイラ周辺いませんね。よし、こいつか。さあ武器こっち、これにして暗殺する。あーこれ強えなこいつ、多分勝て。で、ボーボーして、撃ってこい。ま、あ、それまずい、それまずい。よし。さあ、ボーボータイム。はい。燃やす。焼却処分。はい。さあ、一気に半分。ただ、油断してはならない。それがナイトメア。よし。さあ、ここで、弓。あ、爆弾持ってるのかこいつ。こいつはやべえな、爆弾使い。あ待って、はまった、効かん、効いた。よし、さあこれでいったはず。はい、よし。でこいつも門とか。よし、追加で1名様ぶっ殺して、よっしゃ。サンダルもらった、アキレウスのサンダル。いいもん持ってんな。で、ようやく二人目。二人目か。あと待ってね。ここに戦利品。戦利品三つ。これどうしようかな。パーッと見て、まあなかったら諦めるか。ないですね。これ先行こうかな。洞窟。よし。先行こう。さて、で次三人目。サクサク行きましょう。3人目。次そうね。本当ね、ドラコン。彼のことをよく知る者がいるかもしれない。調査系か。となるとこっちかな。八重地、オロポス高地の北部にある。女の人。待ってね、オロポス高地、その北部。オロポス高地ってどこなん？オロポス高地。これがですね。あ、ここだわ。オロポス高地の北部。まあ、ここでしょう。おそらく。となったらここにトラベルする。よし。さて、まず高地付近、ここにやってきて、そこですね。1キロ、よし。ここは大間さんで爆走しよう。しかしこの円形の風景ね、これは本当に美しい。しかもロードなし、読み込みなしでどこまでも行ける。これ素晴らしいね、革命ですね。だってこれもう20年前とかね、10年前のゲームと比較にならないもんな、進化がすごすぎて。次どうなるんだろうね。どんどんリアルになって、でどんどん開発コストもかさんでいくし。さあここで草、よし。草はね結構最近いっぱいあるんだよね、2800個ぐらい。ただ川がない、強化に使う。まあただ超対策ばっかりでもね疲れてしまうんで、やっぱりたまにこう緩い雰囲気のインディーズゲームやりたくなりますね。ホローナイトとか、あとなんだろう、自分が好きなとこだとダウンウェルとか、あとエンターザガンジョンとかね。よし、さあここら辺
どこ？そっち。ここだ。見つけた。ただ野営地、野営地なんで敵がいる。オリオンの墓、ここではなくて、そこですね。よし、まず草と同化しよう。偉大なカリウドをつけてみる。んで、そこでしょ、こいつでしょ、だよね、ネサイヤですね。で、周辺に敵営がですね、全くない。これ、墓地か。よし。いや、獣だわ。獣。よしよし。これ、ん？待って、クマがいるんですけど、ん？あ、クマと一体化してて、今。これな、どうしようかな。こいつだけまずおびき寄せる。さあ、顔面に、パチコン打って、よし。で、クマはね、なるべく来ないでほしいな。クマちゃんね。で、ちょっと移動して、こっち。あ、見つかった。前か。やれよう。さあ、弓、これぶち当てて。あ、待って、敵も弓か。距離を詰める。はい。さあ、ゲージ溜めてからの、よし、燃やして、はい、そうです、燃えろ。あー、でもクマ来る。おい、このゲームこれクマガチ強いんだよ。どうするかな。いって、強え、この姉さん。待て、回避。これ弓かな、使わせてもらう。さあ、回避しながら、そう、こっち。このクマちゃんよー、人懐っこいんだよ。さあ、もうちょい、いける、刺さればいける。よし。あ、待って、皇帝さんのせいだ。猛将がね、最後まで発生しなかった。よし、いた、オッケー。さあ、遺品もらって、クマちゃんこれ強いんだよね。死ぬ可能性がある、こっちが。よし、さあ、レベルアップ。いや、待って、強え。これ、ほっとくか、こいつ。ちょっともう、一発4割しよう。やっぱクマ強えな。おい。あ、さらに、古代の石柱がある。あ、これ石柱あるんだ、ここに。落下して、いや、落下じゃないのか。どっかに石柱がある。これ、アンロックするとスキルポイントもらえます、1ポイント。あ、こっちか。この中だわ。これ、そうね。やっとこうかな。動画中。多分、初公開。で、こういうなんか、古代のね、遺跡をね、ひたすらに探索していきます。バーっと。で、暗いんだ。こっち出口だわ。出口と繋がっている。ゴールとね。あとね、トラップがいっぱいあります、基本的に。で、まさぐって、そっちにこれ行けないかな？ですね。あと、蛇がいるわ。ただ、こっから、これも無理か。穴開いてない。ですね。壊れない。こっちも。となると、こっちは外れか。あっちだわ。そう、こっちね。下から行って、そっちか。で、蛇がいる。一発サマリの蛇。今のトラップ。そこね。と、さらに蛇がいた。燃えろ。これね、消すと暗いんですよ。こういう風に。ほぼ見えないっていう。なんで松明ゲー。さて、ここどうする。ここに蛇。燃やして、お宝、ここに1個。よし。勇士の、何？腰体？腰体？あ、これだわ。石柱。よし。
で、スキルポイント。なんかこう、わさわさして。OK。んで、帰る。あとね、こっち。ここにもなんかあるわ。蛇がいた。スネアって、そんなに強くない。41レベル。待ってね。赤い蛇がいた。危ねえ。今のは回避扱い。ここにもいる。今の殺人何人目だっけ ?3 人目?もう一人倒せばあれか。次のクエストか。ただこれ時間的にちょっとあれかな?いけるか?もう一人。さあ、爆走爆走。で、待ってね、今ね、そっち行けたわ。足場があった。待ってね。これこっち。こっちそれゴールかな?となると。そう。あ、ここに行けないんだ。探る。開かないか。あ、そう。つまりこっちか。うん、ヘビいた。見えなかった。もう、ヘビでっけえな、しかし。と、川。これは初到達。よし、宝箱。なんでしょう、ベルト。弱いね。と、こっち。これは強い。儀礼の兜。あとで装備しとこう。よしよし。で、ここにですね、このそう、足場がある。で、ポロリンパして、こっち。出口はさっきの部屋。これなんだろう?お宝か?待ってね。小銭。と、イノシシの牙。で、ここに、あれか。箱あって。スレッジハンマー。ヘビーウェポン。あとね、こっち。これもいける。ヘビがいるんで、焼却。こっちなんだ。これ結構迷うっしょ。そう、混乱するんだよね。と、ここで、これ引っ張っていける。これなんだ?よし。動かす。いや。邪魔してるな。これは特に、あれじゃない?意味なくない?なんだろう。あ、上か、やっぱり。上に行けるん、あっ、あぶね。針か。さあ、つまり、こう引っ張って、これね、初パターン。こんなんあるんだ。今んとこ、これ、いくつかな、自分行ったの。多分ね、4箇所、5箇所ぐらい。で、まだまだあると思う。全然いっぱいある。よし。ちゃう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 でしょ。危ない。これ死ぬんじゃないかな、もしかして。下手すると一発で。そうで、こう登って、よし。これが何か。これ何、聖堂の俯瞰靴。よしよし。で、これでクリアかな。もうないか。どう繋がってんの。で、こっちか。よし。さて、で、次のクエスト。これがですね、ドラゴンの最後。これ行ってみようか。テーベにある鍛錬場によく行っていた。テーベ。テーベとは?テーベがない。ないということはあれか。こっちか。多分。ここら辺ね。一旦そうだな。トラベルしよう。ここに一旦飛んで、で、船でこう行きましょう。こっちに。それが近い。ワープ。よし。さあ、とりあえず、川下って、どっちだろう?テーベ。今ですね、ここにいます。で、おそらくここか、どこなんだろうな、町。町どこ?よくわからんな。
真ん中の方行ってみようか。とりあえずテーベ、テーベどこ。人にこれ聞けないもんな。人に聞けないってのはパート1で立証された。これあ、ここだわ、テーベ。よし、たまたまで、ここで知ってる方がいるらしい。さあ、ここから入って、これもあれか、多分サブクエか。要はテーベの市場。クセルクセスに降伏した臆病者だ。そんなこと言わないの。ね、市場、市場行って終わりかな、これ。市場どっち、こっちかな。そこにサブクエ、サブクエのどれかなと思う。うーん、これ市場じゃないよね、これね。いつのことだ。今日だよ。あ、ヒポクラテス。息子を連れて釣りに行くときに叫び声を聞いたんだ。彼らはそこで何をしていた。狩りじゃないかな。すぐに助けを送らなければ。彼ワープしたんか。これ待ってね、こっちじゃない。ちょっと放置して、市場、市場どこ。ん、市場っぽいよ。ここら辺っぽいな。この人か。あんたも盗みに来たのか。いつもそんな風に客を迎えるのか。すまない、兵士たちは何でも奪っていくもんでね。俺の大事なスパイロまでもだ。兵士どもは節操がないからな。スパイロとは今までいた中でも最高の馬だ。ドラコンは悲しい話だ。俺にとってのフォボスもそうだ。何でも一緒にやったし、何でもしてくれたんだ。人参をあげる約束をしなくてもな。真の友のようだな。荷物を運ぶためにあいつが必要なんだ。油が入手できないとドラゴンに知られたらもう死んだも同然だ。ドラゴン、ボイオティアの勇士の一番の乗客なんだ。ちょうど彼を追ってるんだ。彼の怒りから俺を救ってくれ。そしてスパイロを見つけてくれ。よし、スパイロ取り戻そう。そんなにスパイロが必要なら俺が探してやろう。急いでくれ。あの泥棒どもがスパイロに何をするか想像もしたくない。どこに連れて行った。奴らがいるのはジャトウ岩の東にある軍の野営地だろう。近くにある拠点はそこだけだ。ジャトウ岩で4つ上から行こう。なぜドラコンに香油を届けるんだ。彼は背中に油を塗るのが好きなんだ。きっと筋肉がより大きく見えるからだと思う。彼がそんなものを欲しがるとは。ああ、だがもっと安全なものより燃えやすい油を好む理由はわからんがな。で次、どこで会える。香油の届け先はどこだ。イピゲネイアの生贄の地付近にある。彼の練習場へ届けるんだ。練習場か。で、馬泥棒は。馬泥棒はどこに。ジャトウ岩の東にある野営地だ。これ野営地とドラコンか。多分2つかな。スパイロの見た目を教えてくれ。取り返す馬を間違えたくはない。どこから行くかな。スパイロは堂々としてて、夜のごとき漆黒の大きなオス馬だよ。そして縦髪は艶のある見事な白毛なんだ。よし、行きましょう。特徴は大体分かった。俺はまたスパイロに会えるなら何だってする。誰か油屋さんを手伝えばドラコの練習場に燃えやすい油の壺を持ち込めるかもしれない。それとは別にドラコンぶっ殺せますと。これどうしようかな。直で行くか、せっかくなんで。ドラコン訓練場、これ近いよね多分ね。訓練場、この街のロケーション、ここだけ行ってない。止まってね、あれあったわ、ビューポイント。訓練場多分そっちかな。でその前にビューポイントシンクロしよう。よし、さてでですね、そこじゃない訓練場、ここっぽいと思うんだけどな。これ違うのかな。訓練場、
待ってね、違うか、あ違うわ、指導者のうち訓練所よりもさらに偉いわ。ここじゃないとなるとあれか、これサポートクエスト、これやるとこっちがわかるのか、ドラコン。なるほどね。さあではね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、このサポートクエスト、これクリアした上で、4人目の勇士ドラコンさんをぶっ殺しに行きましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回アサシンクリードオデッセイでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。